週間食生活を頑張った後のジブリ飯、天丼を食べてみよう。私にとって今日はね、もう待ちに待った待望の日なんでございます。遡ったお話をしますと、ある大事なお仕事があって、すごくね、体重をね、痩せなきゃいけなかったんです。ちょっと、食事をね、だいぶ改善しなきゃいけないということで、まずはね、ちょっと その様子を、皆さんにね、紹介したいと思いますので、こちらの VTR をどうぞ。はい、というわけで、ただいまは6月の半ば頃でございます。あと1週間後に大事なお仕事が入ったんでございます。まあ、大事なお仕事っていうか、まあ、全部大事なお仕事なんだけど、まあ、何がいつもと違うかっていうと、ちょっとね、体を絞らなきゃいけないんですよ。なるべくこう健康的にね、痩せるように心がけてたんですけど、まああと1週間ね、絞るということで、私はかなりスーパーストイックな食生活を送ることになりそうなんですよ。からびてしまいそう。まあでもね、私は仕事、お仕事をね、いただいたから、私は頑張りたいと思ってる。だからもう、私はもう、最近、もうおやつも食べてないし、なるべく頑張ってるんです。だからね、ここからの1週間は、もう私のね、このスーパーストイックな食生活を動画に収めていきたいと思いますので、それでは、スーパーストイック生活、参りましょう。行ってみよう。今日ね、トレーナーさんとね、約束したことは、この1週間頑張って炭水化物を抜きましょうっていうことと、油もある程度は取るけど、まあ、あんまり取りすぎない。あと塩分は控える。豚肉よりももも肉。もも肉よりも胸肉かささみ。で、野菜をね、たくさん食べていきましょうっていうね、この秩序をね、守っていきたいと思います。がね、ちょっと、今日から頑張っていきましょう。あ、もう、頑張れ。1週間だけやから。一週間が終わったら私は何、一週間頑張る。でも一週間だけだからさ、私は一週間さえ頑張れば、もう何でも食べていいんやで。よし、というわけで、じゃあ、まずはね、この一週間を乗り切るために、ちょっとね、下準備をね、しておきたいと思います。はい、こちらはですね、鶏のささみでございまーす。まあ、鶏ささみはね、すごい低カロリー、高タンパクで、すごいいいって聞きましたので、早速買ってきました。塩もね、入れたいところなんだけど、ちょっと塩分をカットしたいので、塩は入れません。はーい、あったかいお風呂ですよ。綺麗なささみ、今日安かったんだよね。いいね、安くて美味しいささみになる。痩せろ痩せろ、はいはいはい。よし、じゃあ、まあ、こういうのを使ってね、1週間頑張っていきます。とか大根とかとミニトマトとゆで卵、オリーブオイルをかけていただきます。これはね、青汁です。これで朝ごはんを頑張りたいと思います。一日頑張りましょう。はい、こちら4日目のお昼ご飯です。木綿豆腐、豆苗、ミニトマト、蒸し鶏とトマトのオリーブオイルがけですね。ヘルシー。今ですね、ミュージックビデオの撮影に来ておるんですけれども、今日も食べるのを我慢しております。朝ゆで卵を食べました。頑張ります。よし、あ、お腹減った。
か思った。何食べよう。そればっかり考えてるんだけど、唐揚げとかさ、ハンバーグとか食べたいな、揚げ物食べたいな。はい、そういうわけでこんな感じの食生活を送ってまいりました。本当に辛かった。もう毎日、私はウサギなのか、あのゲド戦記に出てくる牛か私はっていうぐらいまあ健康的な生活はしてたんですが、ついにですね、先日痩せなければいけないお仕事が終わりました。偉かったよ。で、今日ついに私は3週間ぶりに油物を食べます。油を浴びたい。いや、もちろんね、葉っぱ中心の生活をしてて急にこう油を入れると今まで以上に吸収しちゃうとか、まあそういうこう、まあ、基礎知識はありまして、体にちょっと軽くこうジャブを打っとかないといけないなと思って、ここ 2,3 日くらいはあの準備食というか、あの体を悪くする準備食みたいなまあこう体にジャブをね入れておきました。さあ、私はここで何を食べましょうか。がっつりね行きたいなと思ったんですよ。そこで私は選びました。今回食べるのはですね、こちらです。じゃじゃーん、千と千尋の神隠しよりかまじいの天丼でございます。うぅー、お茶碗からはみ出すようなエビの天ぷらが2本、あとたくあんが2つっていう、もうシンプルなねジブリ飯なんですけど、これなかなかねこのサイズの天丼食べるの勇気いるなということで、私はねまだ食べたことがなかったんです。あー、ついに食べれます。ということで、早速天丼を作っていきたいと思います。ちょっと今回はね、あの食べるのをメインにしたいので、作るところはねさささささっといきたいと思います。それでは行ってみよう。頭はこれお味噌汁とかに使えるから、筋を入れます。いただきまーす。できたー、イエーイ。すごい美味しそう。まだね湯気がホコホコです。はー、美味しそう。あ、おっきい、かまじいの天丼だー。いただきます。味がついてる。ご飯や。
がホクホクしとる。え、お醤油ってこんな味濃いんだっけ。はあ、こんなにもご飯のでんぷんを感じたことがあっただろうか。おいしい、おいしいの。客は、うん、塩分、塩分よ、塩分よ。エビのしっぽって食べれんの？ん？食べれそうな感じする。うん、半分なくなった。私ね、生まれて初めてエビの天ぷらを自分で作ったんだけど、まだ改善の余地はあるし、もっとサクサクにすべきなんだろうけど、まあいいでしょう。美味しそうでしょう。うん、太るものって美味しいねいいね、なんかこうさ、自分がさ、この美味しさは多分ね、私がダイエットをやりきってこう制限も頑張り抜いた結果のこれだから、こんな美味しいんだと思う。普段食べてたらもっとなんかエビの天ぷらサクサクじゃないとか、なんかこうケチつけてたかもしれないけど今この状態で食べたら本当にね、200点に感じます食に感謝。最後、完食しました。尻尾も残さず食べました。へえ、幸せ。はい、というわけで今回は1週間食生活頑張った後にカマジーの天丼食べてみました。またね、美味しいご飯が食べれるように明日から私はまた頑張りたいと思います。というわけで今回の動画も美味しそうだなとか真似したいと思ってくださった方はいいね、グッドボタン、またチャンネル登録もよろしくお願いします。またやってみてほしいジブリ企画があったらぜひ下のコメント欄に書いてください。私全部読めます。というわけで今回もありがとうございました。また次回の動画で元気にお会いしましょう。またねー食べよ。